コーヒーサイフォン。コーヒーサイフォンは、フラスコ内の気圧の変化を利用して、湯を移動する仕組みを持った、コーヒーを抽出するための器具である。まず、下側の容器を加熱して、水を沸騰させ、蒸気圧による加圧により、上側の容器へ湯を移動させ、コーヒー豆の粉からコーヒーを抽出する。次に、下側の容器への加熱を中断し冷却すると、 水蒸気から水への凝結により減圧が起き、大気圧により上側の容器から下側の容器に抽出されたコーヒーが押し戻される。この時、ロカフによるロカによりコーヒー豆の粉が分離される。19世紀のヨーロッパで発明されたものであり、日本には大正時代にコーヒーサイフォンとして紹介され、その後サイフォンという略称で呼ばれている。1840年に イギリスのジェームス・ロバート・ネッピア、ロバート・ナッピアが考案したという説が広まっているが、実際にはそれ以前からヨーロッパ各地で使われていた。詳細については歴史を参照。日本ではドリップ式と並んでよく知られたコーヒーの抽出方法の一つである。ドリップ式に比べて手作業による抽出ぶれが少ないため味の再現性が良いことと、抽出時に コーヒーの香りが強く出ること、器具の形状や抽出の時の湯の動きから理科の実験を連想させる独特の雰囲気を醸し出すことなどの特徴があり、コーヒー愛好家や一部の喫茶店に用いられている。また、抽出器具としては手軽さにおいて劣るため、使用している人口はドリープに比べると少ない。見た目の美しさから喫茶店などでインテリアとして展示されていることもある。 蒸気吸引を利用したコーヒー抽出器具は大きく分けてガラス風船型ナピアン式天秤式サイフォンの3つのタイプが存在するこの全てが広い意味ではサイフォンと呼ばれることがあるが一般にはのガラス風船系のものを指すことが多いこれ以外の2つのものについてはサイフォンに類する抽出器具で口述する日本で最もよく知られている形のサイフォンは ガラス風線形、グラスバルーン、あるいはフレンチバルーンと呼ばれる形状のものである。耐熱ガラスでできた上下2つのパーツ、ロート及びフラスコとロートに取り付けるフィルター、及びこれらを支える台で構成される。抽出を行うには、加熱するためのアルコールランプやガスコンロなどが別途、必要となる。また、加熱部分を電気式にしたガラス風、 線形サイフォン式のコーヒーメーカーも販売されている。サイフォンによるコーヒーの抽出は以下のようなステップで行われる。出来上がるコーヒーの味はコーヒー豆の引き具合、抽出時間、火力などによって調整される。用いるコーヒーの粒子が細かいほど、またロートに止まる時間を長く取るほど成分が抽出されやすく味が濃くなる。火力は 湯の温度に影響を与えるだけでなく、湯が上に移動する速度に影響して、抽出時間などにも採用する。なおアルコールランプの場合、火力の調整は脱芯の長さと炎をフラスコへ当てる、位置によって行うことが多い。湯がロート内に上った時、コーヒーの粉は湯に浮かんだ状態になるので、竹べらなどを使って粉をほぐすように攪拌する。 この時の攪拌の仕方によっても味が若干変化し、荒っぽく混ぜすぎるのは良くないとされる。通常言われている抽出時間はロートに、湯が上がってから2から3分程度で火を外すというものであるが抽出時間によって味が変わり、味に対する好みは人それぞれであるため実際の抽出時間は様々である。これらの抽出に影響する要素の定量化が比較的容易なことが、 サイフォンで抽出したコーヒーの味が安定し、再現性が良い理由の一つだと考えられている。なおフラスコの外が濡れた状態で炎を当てると、ガラスが破損する原因となるため、注意が必要である。ナピアー式抽出器は、1840年代に、スコットランドの造船技術者、ジェームス・ロバート・ネイピアが考案したものである。アメリカや日本では、これが、 最初のサイフォンだと考える人も存在する。ガラス風船型で上下に配置していたパーツを左右に並べて配置した形になっているのが特徴。加熱されるフラスコのみがガラス製で抽出層は金属製であった。抽出層の上部から水管を通して液体をやり取りするため見た目からサイフォンが装去されやすい。一秤式サイフォンはナピアン式と ほぼ同時期に考案されたものである。ウィーン式再本装置あるいは考案者のルイス・ガベットの名からガベットとも呼ばれる。日本ではウィーンで19世紀に作られた代表的な商品の名前からオデットという名前で呼ばれることもある。外見上はナピアン式と告示していて左右にパーツが並んでいるが、この二つのパーツが天秤上でバランスをとっているのが特徴である。 加熱する側のフラスコの下には、アルコールランプのキャップが取り付けられており、湯が完全に抽出層に移動すると天秤が傾いて、ランプの火が消され、温度が下がって、抽出済みのコーヒーがろ過される。なお、この自動消火のアイデアは、古いガラス風船系にもすでに見られる。当時はまだ耐熱ガラスがなく、加熱による事故が相次いだため、自動消火の機能を備えたものは少なくなかった。 サイフォンは19世紀の初め頃にヨーロッパで開発されたと言われている。しかしその正確な起源については分かっていない。ただし、1830年代にはすでにドイツでガラス風船系のサイフォンが使われていた。1835年にはフランスで、1839年にはイギリスで、それぞれ独自の改良を施したサイフォンの特許が取得されている。 1840年代、イギリスで、ジェームス・ロバート・ネーピアが、ナピア式サイフォンを考案する。以後、20世紀初め頃までイギリスで愛用され続ける。1841年、フランスのバシュ夫人が、特許取得した改良型のガラス風線形裁ンは、現在とほぼ変わらない形状のものであった。1844年、ルイス・ガベットが、 天秤式サイフォンの特許を取得。20世紀に入ってアメリカで相次いで新しい吸引式コーヒー抽出器具の特許が取得される。ただし、これはすでにヨーロッパで用いられていたものとほぼ同様のものであった。特に1914年に特許取得されたものはバシュープ人が1841年に発表したものとほぼ同一のものである。なお、当時のアメリカにおいては、 サイフォンの考案者は、ジェームス・ロバート・ネイピアという主張が出回っており、それ以前のガラス風線系の歴史は語られなかったと言われる。1915年、初めてパイレックス製のサイフォン、サイレックスが作られる。以後、コナ、コーリーなどのブランド名で、耐熱性のガラス風線系サイフォンが製造される。1925年、日本のコーヒーサイフォン社が、 国産として初めての高のコーヒーサイフォンを開発・販売を開始する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。